座ってやるけど辛すぎる。腹筋頑張るけど三日坊主。はい、というわけで今回は運動が苦手な人にぴったりなメニューを紹介します。運動が続かない、スクワットは負荷が高い、だって体重重いんだもん、腹筋やってもお腹に力入らない、体が重たすぎる。大丈夫です。今回は三角関係を紹介していきます。代謝を爆上げするためのスクワット、辛いイメージしましたよね。辛くないんです。なのにめちゃくちゃ鍛えられます。最後にとっておきな腹筋メニューを頑張らずにいきましょう。スクワットしたら足が太くなりやすいよっていう方も全然今回は大丈夫です。やっていきましょう。まずつま先を開きましょう。スマホ持ってていいです。少し膝を曲げて、このまま左足前、右足っていう風にかがんでいきます。膝は少し曲げたところから動かさないでください。少しだけ曲げてかがむことによってもも裏お尻が使えます。マイペースでいきましょう。スタート。胸はしっかり張っといてください。真ん中、片足に体重、真ん中、片足に体重、これを繰り返していきます。もも裏がね、引っ張られる感じがあればバッチリ。しっかり前にかがむことで代謝を上げる背中も使われます。片足に体重を乗せることでしっかり負荷が加わってます。方向を変えることで一方向が疲れないようになってます。とても行いやすいと思います。OK。 今度は前側を使うんですが、方向を同じように変えていきます。今度は体を起こしたままで片足に体重、まっすぐ降りる、片足に体重、動いていきましょう。スタート。左右の時はね、多少前かがみになるのはいいです。しっかり踏ん張る感じです。3方向に負荷を変えることで疲労感がたまりにくくスクワットが行えます。ペースはね、途中で疲れたらゆっくりにしてもいいです。最後までやることがね、達成感につながります。片足に体重乗せるんでね、すごい効いてると思います。だけど疲労物質は溜まりにくい、だって三方向だもんって感じです。よし、オッケー。あと2種目で終わりです。腹筋の上部と下部を使います。腹筋上部を使うとね、腰丸めるんで反り腰解消になります。今度はスマホ持ったまま横に体を倒す、前に起きる、横に体を倒す。起きるのは正面だけです。横は手を伸ばして体を倒せば腹筋使えてます。1方向ずつ息を吐きましょう。いきます。スタート。横は体倒すだけ。もし余裕だよっていう人はね、横もちょっと起きてもいいです。辛い人はね、正面だけ起きたらいいです。スマホ持って息を吐く。これも部位がね、変わるんで疲れにくくていいと思います。OK。 それではラストです。下っ腹を使ってお腹が出にくくしましょう。
スマホ持ったままでいいです。両膝曲げて足閉じます。このまま体をちょっと横にひねったら戻して、足を前に伸ばして戻す。反対に少しだけひねって戻します。これを繰り返していきます。一方向ずつ息吐きましょう。行きましょう。スタート。横に倒すのは少しです。もし難しい人は肘ついててもいいです。横に倒すのは少しの方がいいです。横でピタッと止まるようなイメージ。腹筋全体が疲れてるんで、疲れた感じはないかもしれませんが効いてます。よーし、オッケー。あまり疲れなかったよって方もですね、部位を分けて動かしてるので疲れにくいだけで、しっかり鍛えられてますんで安心してください。2日に1回を目安に動画を見ながらやってみてください。頑張ってやった方はコメントで教えてください。